TT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 X。 じゃあ、ティコマジックです。とうとう、12月です。2024年、最後のカレンダーめくりとなりました。早いよ、早いよ、早いよ。皆さん、1年間このつくばエクスプレスカレンダーめくりに付き合ってくださりありがとうございました。みんな、どんな1年でしたか？TX 祭り、行かれた方、どうでしたか？私は今年はね、結構音楽活動頑張ったかな。あと、旅もしたね。うん、旅もした。そして、来年、TX 20周年、はあ、これは何かありそうだな。そうだ、音楽活動に関連して私からのお知らせをさせてください。今月12月にシングル曲を出します。今年からミニアルバムって形で、まあ、4曲とか5曲入っているアルバムを、サブスクリリース、今年から始めたんだけれども、すごいね、この季節、12月、ホリデーシーズンにあった、すごいいい曲ができたので、シングルカットでリリースすることにしました。楽しみにしてて皆さん。そして、年始にもね、ドカンとリリースしますので、ドカン？インパクトがドカンとなるはず。なぜなら、この YouTube を見てくださっている方、絶対に絶対に絶対に耳にしたことのあるフレーズだから、楽しみにしておいてほしいな。11月の出来事。デュアリーパ様のコンサート行きました。かっこよかった。I got you, moonlight, you're my sunlight, I need you, all night, come on dance with me. めっちゃね、ノリノリだったね。100分ぐらい？埼玉スーパーアリーナがもうダンスクラブになってた。デュアリーパ様かっこいいね、ほんと。いやもう、ダンスもね、すごくキレキレで、すごいよね。100分間もう歌って、あんなにもう、すっごいもうクールで、クールな感じにもこんな踊って、今まで海外アーティストのライブに何回か行ったけど、みんなすごいなって思う。スタミナ、エネルギッシュ。あとやっぱね、バービーの曲盛り上がったね。Watch me dance, dancing all away ってやつね。楽しかった。それでは。早速行きましょうか。つくばエクスプレスカレンダー。11月はちょっとね、寂しい感じ。秋から冬にかけての風景だったね。こちらはね、3000系。この、大きく見える富士山のもと、走っています。モリアとミライダイヤの間です。それでは、12月は、どんな絵になっているのでしょうか。どうだろうね。キラキラしているのかな？クリスマスっぽいのかな？それでは、めくりましょう。ポン！おお！すごいすごいすごい！すごい！きらびやか！わお！なんか、このカレンダーめくりしてて一番カラフルで、キラキラしている感じがするな。これ、結構ね、TX 乗られてる方、つくば方面に行かれることが多い方は、わかるんじゃないかなと思います。私は見た瞬間、あそこだってすぐわかりました。それでは、ここはどこでしょうか？この駅前ですね。駅前イルミネーション。ヒントはなしで、いきます。宣言タイム。ピッ、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 ポーン！
回は、研究学園駅前です。うん。ここね、いつもこの時期キラキラしてるよね。私も前ね、研究学園で働いてた時があるから、仕事から、帰ってくるとき、ちょっと疲れて帰ってくるときにね、このイルミネーションを見て、癒されてた。そう、筑波方面すごい寒いじゃない？風がすごく冷たいんだよね。だけど、このね、研究学園駅前のイルミネーションを見て、ほっこりしてました。なんかでも、だんだん、なんだろうな、華やかになって、行く気がするな、この研究学園イルミネーション。いいね、いいね。華やかだね。クリスマスだね。ということで、12月2024年一番最後のつくばエクスプレスは、研究学園駅前でした。お、ここに TX がいらっしゃいます。はい、それではね、もう重ねてになりますが、この1年間、つくばエクスプレスカレンダーめくり、儀式に、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。みんな、来年も見てくれるかな？そして、リクエストもあったら、じゃんじゃん、コメント、メッセージください。私、インスタにも結構写真をアップしています。ストーリーにも、じゃんじゃん上げています。よかったら、インスタの方もフォローよろしくお願いします。では、皆さん、素敵な年末年始をお過ごしください。体調に気をつけてね。そして、ぜひ、シングル、そしてアルバム、年末年始に楽しんでいただけると嬉しいな。それでは、また次の動画でお会いしましょう。リコマジックでした。チャンネル登録よろしくね。キラキラ駆けてく自転車、さっそうと通り過ぎてく。私を引き継ぐ